どうも、チャップです。今回はドレッドアウトの続きをプレイしていきたいと思います。ということで、前回ね、リンダがバグって屋敷の鍵を手に入れたところで終わってたんで、続きやっていきましょう。久しぶりの投稿になってると思いますね。楽しみにしてた方、申し訳ございません。サクサクやっていきたいと思います。とりあえず、戻ったらいいと思うんで、戻っていきましょう。ね、屋敷の鍵取ったから戻ったらいい。先生のとこ行くんちゃうかな？もうね、地図とかさ、ないから、どこ行っていいかわからんようになるんですよね。すごいなんか、ね、むなしいチャップいうことで。ちょっと待って、赤い赤い赤い、どこどこ、うおい、気持ち悪い、なんかおった。ちょっと待ってくれ、これはキモいぞ。フラッシュ、あ、ヒルンだヒルンだ。え、なにこれ、イカみたいなやつおるやん。スプラトゥーンかよ、リアルスプラトゥーンなっとるかな。いた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 、攻撃してくんねえ、やっぱりリアルスプラトゥーン。あ、もう気持ち悪い。え、でも死ぬ、わかんない。フラッシュ耐えとこう、定期的にフラッシュ。あ、ダメージ食らってる。え、リアルスプラトゥーンやねんな。うわ、気持ち悪い。めっちゃおるやん、リアルスプラトゥーン。これ倒せんの？倒せる感じしないんだよね。ただフラッシュしたら何もできへんやん。リアルスプラトゥーンやん。もう気持ち悪いから、もう逃げましょう、こういう時は。ね。こういう時は逃げましょう。うわ、怖い。うるさい、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 声が。いや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 、ちゃうんですよ。リアルスプラトゥーンはもう終わり。はい、行きましょう。あれ、こんなところに、この救急車ありましたっけ？ちょっと音量上げましょうね。音量下だったらさ、バチッとか音入ってることたまにあるんですけど、ほんま申し訳ない。ごめんなさい。なんか調子悪いんですよね、音量のとこ触るとね。そこは申し訳ないです。さあ、あ、やっぱ合ってましたね。ムービーになりましたよ。さあ、スマホ。あ、こういう時はうるさいんですよ、耳が。普通の時はもうちょっと音上げていいかなと思うんですけどね。すごいリアクション。芸人のような。どうしたんだい？気失った。座ったで。ピンクのスマホ落ちてる。あれ？女の子これ、首吊ってね。おい、先生やりやがったな。目標更新。いや、先生やりやがったな。マジか、あのメガネティーチャー。メガネティーチャー、メガネかけてるだけはあるな。それは意味わからん。言いたかっただけ。わけわからんけど。え、やりやがったな。絶対やりやがったぞ。そりゃ落ち込むわ。あんな、絶対見たくない。ちょっと、うるさ。爆音。めっちゃ爆音ですからね。あのね、このゲーム、BGM でかい。このバックミュージックでかい。え、で、何気なくこっち来たけど、こっち行ってなかったっけ？こんな坂下ってないですもんね。こっちやってな、多分。さあ、行こう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 。さあ、この BGM の方が恐怖ですね、僕からしたら。お化けよりも余裕で恐怖。で、このミミズのような草がある屋敷。あ、これ屋敷が。え？なんか聞こえる。なんかヤシの実みたいなのいっぱい転がってきたけど。あ、顔になってるやん。めっちゃ震えてるやん。どうしたん？うわー、気持ち悪い。おー、うるさー。何その顔。ゲゲゲの鬼太郎の何、鶴瓶落としみたいな妖怪やん。鶴瓶落としやったかな、それ鶴瓶さんやんみたいな。わからないんでね、早く屋敷、あ、入って入られへんやん。あ、二階押しみたいななりましたね。何あのゴロゴロヤシの実みたいな。ヤシの実パラダイスかよ。まあ、意味わからんツッコミっていうのはね、してますけどね。さあ、屋敷ん中探索していきましょう。どんな奴らが僕を待ってくれているのか、ウキウキしてますけどね。もうめっちゃ怖いやつ来てくれてええで。このアングル素晴らしい。ということで入っていきましょう。さあ、ガンガンおいで、ガン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 。はい、どうぞと。電池がね、前の動画でも言ったかな、電池がなくなってるって教えてもらって、確かになくなってるんですよ、だいぶ。ほら、1個。ただ、これ進行状況に合わせて減ってるんやと思うんですよね。開けへんね。オープンできへん。多分ずっと使ってるけど切れないですもんね。ほんまにずーっと使ってるけど切れへんから、多分進行状況に合わせてやから、そろそろ終わるんではないかと予測されますが、あ、ここ開くんや。オープンで、屋敷入ってきましたね。なんかおるでしょ、絶対強いのおるでしょ、知ってるよ。めっちゃドラキュラみたいな、おんちゃん。さっきからめっちゃってめっちゃ言うやん。めっちゃめっちゃめっちゃやん。痛い、誰。はい、先導ですね。わかりました、僕と勝負したいんですね。オッケーオッケー、かかってきて。高性能カメラがこっちにありますから、この一眼レフ。元気屋ちゃうわ。電気屋で買ったこの一眼レフ。これがあれが無敵でございます。さあ、どこにいるんだい？でもいないな。ん？疲れてる？もしかして取り憑かれた？声がするもん。え？今のアングル良かったな、なんか。良かったで。ゲーム感出てました。え、なんかおかしくない？あ、いたいたい、なになに、ようわからん、ようわからん。どういうことや、どういうことや、どういうことや。こういう目に見えない恐怖っていうのもなかなか怖いですね。大丈夫ですか？僕のせいで尻餅ついちゃってますね。え、何やろ、くらんでる。フラッシュ、鏡か。ん、え、でも何もないしな。鏡なんちゃうか。何もないで。映るんちゃん、霊とか鏡に映るもん。え、なんかおらん。
これ自分が映ってんのか。あ、ちょっとバテてるバテてる。どうしたんやろ。ん、フラッシュ。あ、なんかビリビリってなってる。あ、割れた。正解ちゃう。痛い痛い痛い。どつかれどつかれた。ん、分かれへんけど、まあゆっくりどつかれながらもね、幽霊とね、長いお付き合いしていきましょう。さあ行きましょう。鏡とかも怖いです。何今のリアクション。あ、なんかひっついてる。あ、違う、カバンかい。カバンやんけ。あ、置いた、足払い。あ、なんか見えた見えた。あ、鏡に絶対おるおる、絶対おるって。ほらほら、おる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 で。めっちゃ撮ってるで。おー、よっしゃー、倒した倒した。ん、これ鏡で倒せん。見て見て見て、結構思いっきりどつくな。もうちょっとさ、女の子やねんからゆっくりしてほしい。もうちょっと手加減してお願い。ちゃ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 、ここここここ、おるおる、倒せんちゃう。ほらほら、おっしゃー、よっしゃー。 あと1回ぐらいじゃん。鏡ここにあるもん。あと2枚ある。あ、痛い痛い痛い。いや、そのさ、頭カーンやんのやめて。それほんまに結構さ痛い思うで。ほんまにだいぶ痛い思う。え、ここおるやん、おるやん。これで終わりや。どうや。お、タオちゃんちゃん、どう。オッケー。で、で、痛い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 。やばい、まだやまだやまだや、まだめっちゃ怒ってる。どうしたらいい、どうしたらいい、どうしたらいい、どうしたらいい。俺鏡もうない、鏡ない。なんか知らんけどここの鏡割れてんねん。ここの鏡もどうしたらいい、どうしたらいいや俺。うわー、ごめんね。え、無理じゃね。またバグこれ、もしかして1回でさ1枚鏡割れるはずがさ、なんか2枚割れてるもん。待って、これコナン君呼ばなあかんかもしれん。まあとりあえずね、サンズの川渡りましょう。一回ロード読み込ましたりしたらバグ直ったりすんでね、まだバグかは分からへん。これはただ単に僕が下手くそなだけかもしれんから、まだね、そんなことあかん。前は朝バナナのせいよ。朝バナナが全て悪い。あいつがバナナばっか食ってるから僕がね、変なバグにあったわけですよ。ほんま怖い。ホラーゲーよりも怖いいうことですね。さあ、謎の取り付いてるお化けちゃんをね、倒していこう。てかこれ、朝バナナに取り付いてたお化けちゃん。ちゃう？鏡もうないんだよな、でも。ね。全部割れてるからさ、割れてる鏡は無理やろ、さすがに。割れてる鏡もいける。おお、すいませんね、今ちょっとデスクトップ映ってたから、変なカットになってると思う。お許しください。その間も、あ、幽霊ほら、おんねん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 。おんねん、ちょ、もう割れてる鏡も、もうええんちゃうか、これ、もしかして。割れてる鏡でもいけんじゃん。そんな気してきた。いけんちゃう。あ、無理なんだ。あー、ちょっとロード読み込ましましょう。ちょっと待っといてくださいね。はい、お待たせしました。サンズの川スタートですね。これでなんとか打開はされたんではないでしょうかという淡い期待を抱いておりますが、さあどうなるかな。さあ倒しましょう。あのお化けを今度こそシャッターであのようにバイバイ気にしてやろうと僕は思ってますからね。意気込みだけは十分でございます。最後、この情熱の熱意があればね、松岡修造さんも超えれるんではないかと思ってます。さあ意味わからんこと言ってますが、暗い暗い、どうなってんの。痛い痛い、足バレされて。あ、鏡復活してるやん。やっぱ、え、ここ復活してなかったでさっき。やっぱりあれやん、例のやつじゃんこれ、例のやつ。オッケー、倒した倒した。ん、なんや、その、なんか喉詰まったみたいな声。あだがだ言うてたけど、何語や言うことで、走れるようになったからもう取り憑かれてはないですね。よかったよかった。ロードを入れたらやっぱいけますね。ん、ちょっと待って、どこ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 。え、ちょ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 、くる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 したくない。こっち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 、オッケーオッケーオッケー。あの、視点ぶっ飛ぶからね。スマホにしとこうか。よし、こっちじゃないとちょっと暗いからね。どっちに行こうか。食堂かな。じゃあこっちの絵を見ときましょうか一回。すごい怖い。なんかあるんじゃん。すごい、マダム。顔がマダムやね。顔がマダム。意味わからんけど。あ、消しちゃった。あってーん。あ、でけへん。じゃあご飯食べに行かなあかんねや。ここや。すごい、お金持ちやな。で、あ、押せるんや。すごいすごい。欠点がわからんけどね。おもろいやん。全然面白くないけど。欠点ええんかな。怒られそう。これはお化けに怒られそうですね。あ、ちょっとこのキュッて急にさ、ロードの処理でさ、視点飛ぶのも怖いよ。てか、これ、何？これ、こんなん、意味あんのか？講演会みたいになってますね。誰かスピーチしてくれるんですかね。ということで、アップンしましょう。ちょ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 、飛んでる飛んでる。アップン。あ、できへん。開けへんぞ。どこや？どこに謎が解けんねや。アップン。アップン。無理でした。次こそ、アップン。プンプンプン、電気消す、フラッシュ耐えちゃった。アップン、できないね。え、どこ、シンプルにこことかか。アップン、ん、できへんと、全然開けへん。なになになに、全部封じられてる、この手詰まりな感じ。アップン、開かへん。開かずのチャップということはどこに行くんだ。ちょっとスティックじゃないわ。おお、おっと飛んだ。あの、難しいこのキーボードさばきが。講演会あったけど、どこ行くの？行ける？あ、階段あるやん、階段あるやん。こっちや。
2階に行けいうことですね。オッケー、わかりました。2階にお化けちゃんが待ってるんですね、僕を。そんなに待ってくれんでもいうことで、ロードで飛ぶのやめてこれまた映ってんちゃうの、おるんちゃん、おらんの。こういうの怖いですよね。見てこれ、こういう楽しみ方もできるかもしれないですけどね。すごい不気味だ。さあ前を向いとこう、そろそろね。そして芸術的な絵があって、お金持ちの人にありそうなね、絵やわ。あんなん、この普通の家ないというか、この屋敷でけえわマジで。プールとかありそうなぐらいでかいからね。で、絵があって、ここ行けんのかな、開けれそう。てか開けれるやん。わあ、びっくりした、超能力。なんか今ちょっとおかしかったで。ああ、いけんにゃ。え、足折れた。ゲームオーバー？あ、いけたんや。ただ一回落とされたけど。また上上がれってやつか。すごいね。誰かサイコパスおるやん。サイコパスじゃない。サイコキネシス。おお、この女の子も。ギター落ちてる。取っとこ。え、なんか、やばい。お、うん？おるおる。絶対おる、絶対おる、絶対おる。どこや、どこや、どこや。え、おい、どこ、おるな、おるな、おる。来てな、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 来てな。どこや、来てる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 、出てきてる。誰やギター弾いたん、デリーンって。誰や誰や、おしゃれなやつ、女おしゃれなギターやおるぞ。ええ何そこおんの、えどこどこ。あでも赤いマークなくなった。ギター弾く幽霊おるやん、どんだけおしゃれやねん。どこ行ったん。あおる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 な。えバイク、バイク、どこでバイク乗ってん。バイク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 、バイク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 、どうしたんどうしたどうした、どこや、どこでバイク。え盗んだバイクでお化け来るやん、怖すぎる、乗れたのかいうやつやんそれ。どこ行ったん。えあんあん言ってるやん。えギター弾いてくれるかもしれん、またひ、あらららららら、すごいぜ、ドゥンドゥンドゥン、ほらほら、ねギター弾いてんねん、誰か。ギター弾いてんですよ。ギター取んのかこれ。わからへん。え、わからへん。行こうか。ちょっとよくわからへんわ。かまってあげられへん。ごめんな、ちょっと動画の尺があるから。だいぶ使った思い、僕今、尺。おーいお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 い、椅子ガンガン行くな。おー、机、机。ん？あ、違うわ。違うわ。お化けの仕方か、これ。いや、早いな、仕事が。っていうことは？やっぱ遊んだらなあかんのか。しゃあないな、ほんま。どこおんの？椅子吹っ飛んだ上に。これすごいぞ、これ。どこおるん？え？どこ行ったん？出てきいな、出てきいな。ん？なんか椅子投げてきた？あ、痛い痛い痛い、おっと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 、急に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 や。おるっちゃおるんやな。実績のロックを解除。何のロックやそれ。武器解除。おい、なに、どうしたどうした。あ、おるんか？どこやどこや。え？どこや。フラッシュにも映らへんねんな。おるぞ、ガタガタ言ってるぞ。おるぞ、おるぞ。おるぞ。おるぞおるぞ、おっ倒せた倒せた、てか撃てた撃てた。こういう倒し方か、わかったわかった。これよく見るんですよ多分ね、よく見るんや。どれや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 、あー分からへん。あ浮いてる浮いてる、痛い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 、なんか投げてきた投げてきた、こっちか、どこや今の。投げてきてる、取れた今、よしよしよし、 OK、 2発2発2発当てたで、いいよ。投げてくんねんな、次は物投げてきたぞ。あかんてね。お母さんとかお父さんに襲われんかったの。もう投げてあかんで。どこや？出てきていいやで。その、おい、またビンビンって。おい、ミスター・ビンやんけ、それ。おしゃれやねんな。ギターをたまに鳴らしてくるあたりが。あ、おったんちゃん。え？少女のキック力なのか、お化けなのかがわからない。ん？どこや、次は。反応がないですね。反応があれば赤いんですが、こっちにはいらっしゃらないのかもしれへん。こっちかな？どこや？赤らできた、赤らできた。おるおるおる。おるよ。おるよ、おるよ。めっちゃおるよ。あ、取れた、なんか知らんけど。え、まだ倒されへんねや。あ、痛い痛い痛い、なんか地味に押してきた。優しいやん。優しいんやけど、どこ行ったん？ん？死んだ？生きてるわ、よかった。めっちゃ暴れてんもん、この辺で。この辺、この辺、この辺。超至近距離じゃないと取られへんのじゃ？倒した？あかん、これ、取った後な、近くおんねん。いつも。暴れるんですよ。暴れるくんやねん。よう汗かいてんねん、ほんま、この子。近いと思う、僕は。うん。うわ、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 痛い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 。そこおる、でもそこおる、そこおる、そこおる、そこおる。絶対おる。どこ行った？痛い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 、パンチ。いいパンチ。いいね。効くよ、効くよ、効くよ。どこの肩ですか？椅子飛んできてるよ。やっぱりスナイパーの方がいいみたい。スナイパーじゃないと距離がね。痛い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 。
距離詰めてきたな、おい。急に距離詰めてきたぞ。どこや。あ、いたいたいた、なに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 。あ、おる、そこおるぞ。おるおる、来た来た来た。オッケー、うわい、すごいね。ダチョウ倶楽部のあの、リアクションのやつみたいになった、今。すごいぶっ飛んだ。すごいな。何のお化けこれ。強いんですよ、本当に。ちょっと画面キュッて切り替わるの、なになに。それもだいぶ怖い。で、どこ行ったんかな。こっちに、あれかな、お化けちゃんは逃げはったのかな。さあ、出ておいで、出ておいで。僕と勝負しよう。あれ静かになったな。あ、もうおらんのか。あ、おらん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 。あ、今まで倒せましたね。いやー、長かったー。カットしてるからね、短いように感じますけどね、めっちゃ戦ってた。ほんまに、びっくりするぐらい戦ったからね。ほんで、この BGM かかってきたっていうことは、鏡に注意や。